本日紹介する iPhone5 のケースはこちらになります。あれ、カズさんが見える。これね、無数に穴が開いてますよ。え、穴が開いてます。これはアルミのケースです。結構さ、アルミのケースって言ったら、アルミ削り出しなんちゃらとかよく言うじゃん。ごっついイメージあるでしょ、わりかし。あるある。だけどこれめっちゃ薄いの。ほんとだ、なんかこことか見てよ、この支える部分。こんなんで iPhone 支えられんのかぐらいすごいね、薄い。またさ、アルミの音するでしょ。うん、するする。いいよね、なんかこういうのね、これだけで高級感感じるよね。じゃあちょっと早速つけていきます。ほんと薄い。これね、つけるときちょっと気をつけてくださいね。アルミなんでこういう側面とかシャリとかね、削っちゃいやすい、削りやすいんで。 iPhone5 の特徴ってやっぱりその薄さじゃないですか。まあ軽さもそうなんですけど、うん、特に薄さじゃないですか、うん、そのね、薄さを損なわないというかね、いいね。で、なおかつかっこいい。すごい、なんかほんとつけてる感じしないもん。ほんとだ。うん、てかアルミって感じがあんまりしないんでしょ。しないよね。でも音聞いた時アルミ感出たでしょ。うん、そういうのとかいいよね。で、やっぱりアルミってさ、やっぱちょっと冷たいじゃん。そうです、ね、だから iPhone とかさ、最近僕リアルレーシング3ってゲームにハマってるんですよ。やってる。あれ結構ね、熱持つんですよ。うん、だけどね、その時もこういうアルミのケースだったら、放熱とか穴も開いてるし、うんうん、いいのかなと思います。ほんとね、ほんとに薄いんだ。もちろん見る、見えますか、ここら辺とか。ちょっと拡大してもらって。ギュギュ、ほんと薄い。ほんと薄いでしょ。こんなんでよく支えられるってほんと思うね。うん、で、側面の部分こんな感じですね。もうほんと薄いんで、ライトニングとか、イヤホン問題なく使用できます、はい、でね、ボタンとかも押しやすいですよ。はい、ということでね、アルミのケースってたくさんあるじゃないですか。はい、こんなアルミのケースもあります。で、あの、なんだ、いろんなタイプ知ってるけど、ちょっと今までアルミのケース持ったことないなっていう人でもおすすめできるんで、一度チェックしてみてください。おすすめです。バイバイ。